ックしてなかったと思います。神楽団の歴史っていうものをちょっと紹介させていただきます。そこの100周年の記念して、立ってある石碑の裏に、まあ、歴史っていうのはちょっと書いてあるんですけれども、我々の神楽団明治14年、から始まっております。で明治その頃あの今秩父神社の神楽がですね、その頃中断しておりまして、でその頃にですね秩父神社に奉仕をするためにですね、今秩父市の太田というところの熊野神社というところがあるんですけれども、そこのところの神楽市に、教えを請いまして、明治14年に発足し、その頃秩父神社の方に、最初の頃は奉仕しておりました。で秩父神社今はあの自分のところのところが復活しまして、それからはあのこの日野沢大神社の、
神楽団として、現在に至っておりますので、今日申し訳ないです、人数がですね、団員の方がちょっと少なくてですね、演目の合間にちょっと時間を要してしまうんですけれども、そこのところちょっとご容赦いただけたらなと思います。またその関係でですね、今回小学4年の私の娘がいるんですけれども、先々週ぐらいからちょっと練習を始めまして、ちょっと拙いところが多々あるかと思いますので、よろしく見守っていただければと思います。前がデビュー戦なもんで、他にも小学生が今日何人か舞いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとまだホタルが出るまでちょっと時間がまだ明るすぎると思いますので、神楽をちょっと見ながらお待ちいただければなと思います。で、十神楽の方は全部でですね、一神一座方式って言って、そこの岩戸開きの演目を見ていただければわかると思うんですけれども、岩戸開きっていうので1演目って数えるのではなくて、神様、出てくる神様で1座、2座、3座っていう風に数えていく一神一座方式というものを取っておりまして、全部で36座、番外3座ございます。で、こちらの方が秩父神社系統で同じくですね、皆野町に無垢神社っていうところがあるんですけども、そこは一幕一座方式を取って全部で24座だったかなっていうんで、同じ秩父神社系統でもちょっと異なるような感じになっております。で、今ここに夜にこう神楽をやるんですけども、秩父神社系統の神楽で夜に神楽をやるのは、私たちこの日野大神社から分派しましたですね、琴山神社というところがございますが、琴山神社が大晦日に夜神楽っていう風にやるのが秩父神社では唯一かなというところで、我々もここに夜にやるのがなかなかない機会なので、我々もこういう機会を与えていただいてすごいありがたいところでございます。それでは、岩戸開きの方を始めますので、ご覧いただければと思います。Thank you.
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 ありがとうございました、最初にご説明申し上げればよかったんですけれども、秩父神社の神楽って岩戸開きって古事記にある雨の岩宿のお話なんですけれども、天照大御神様って秩父神社のお神楽、秩父神社系の神楽って出てこないんですよね。名前にこちらあるように出てなくて、じゃあどこに日野沢の神楽、どこに天照大御神様がいらっしゃるかっていうと、掛け軸の方になっております。それなんで、田力王の御事がさっき岩の、この形をした岩を持ってきたときに開くというところで、これで岩戸開きというのを表現しております。で、他の秩父神社の系統のおかげで、うずめの女神様が待ったと思うんですけれども、まあ、何が一番正しいかというのは、まあ、郷土芸能には関係がない話なんですけれども、うちは一方ですね、皆野町の無垢神社っていうところの、神楽の岩戸開きは、うずめの舞は荒舞とされていて、助けをかけたうずめ様が、舞います。無垢神社の系統はそうになっております。で、ごめんなさい、最初に申し上げました、だいぶ小学生はちょっと失敗をやらかしましたんで、ちょっと最初並ばなくていろいろもたもたしたと思うんですけれども、最初の3人が出てきたのが、あれが小学6年生と小学4年生になります。でその後の舞ったうずめ様は今高校生ですね。今高校生でやっております。で我々まあ歌舞伎とかいう伝統芸能とは違いまして、まあ郷土芸能なので、こちらのまあなんていうんですかね、所作とかそういうのが崩れてもいいわけじゃないですけど、続けることに意義があるというところで、その皆野の無垢神社の親が仲間板というところの無垢神社のお神楽になるんですけれども、もうだいぶどこもそうなんですけど、後継者が不足しておりまして、今楽なんかはテープ録音してそれを流して演奏するようになってますね。でなんか敷居が高い敷居が高いなんて思われるかもしれないんですけども、まあ、我々そんなことは全然思っておりませんので、全然やりたいっていう方がいれば全然大歓迎ですので、今本当にどこも私今深谷の花園というところに住んでおりますが、そこにも長田の神楽っていうですね、金砂神社系の神楽があるんですけども、やはりそこも後継者不足で、年配の方しかいない状況で、どこも今郷土芸能そんな状況になっておりますので、皆さんもなんかお住まいのところに多分何かあると思うんですね。埼玉この皆野だけでも、まあ、消滅したものを含めまして獅子舞は7つありましたし、神楽は2つ、もういろんなところ、埼玉と群馬と東京の、多摩地域とかそういうところは獅子舞とかこの郷土芸能の宝庫ですので、皆さんもお住まいの、地域に、見ていただければ何か、郷土芸能か何かあると思いますので、興味がある方は多分やりたいんですけどって言えば多分どこも大歓迎だと思いますので、ちょっと興味がある方はちょっとお声かけてみてください。それではちょっと次はおたまい、次は番外のおたまいという舞になります。これはひょっとことおかめの、ちょっとお花あーと舞になります。でちょっとごめんなさい、お子さんたち飽きちゃうかもしれないですけど、一番最後ですね、おたまいの次、大黒舞というもので供物を巻きますので、それがあればちょっと面白いかなと思いますので、
お子様方ちょっと待っててくださいね、まだこれはちょっとまだ雲とは巻かないんですけれども、ちょっとご覧になっていただければと思います。まだうちにいねえんだ。あ、はいはいはい、はいはいはい、はい、すいませんね。
こんばんはだ。すいません、お心づけいただきましてどうもありがとうございます。すいません、今ちょっと準備してるんですけど、これからやる大黒舞ではお菓子を巻きますので、はい、ぜひ小さいお子さん前に出てきて、あの子みたいに袋を持って前に出てきてお菓子を集めてください。山本さんありがとうございます。すいません、いいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、さっきの娘が私の妻なんですけど、まあ、うちの神楽この歌舞伎、まあ、ご覧になった通りですね、ひょっとこは振られるんですけどね、もう一組夫婦がおりまして、そこの妻のぶったたいちゃうんですね。そんなにストレスが与えてないはずなんですけど、さっきもセンスがぶっ壊れるぐらいすごくぶったたかれたので、そんなにしつこくしてないはずなんですけどね。同じことでも、後ろら辺の文化はここら辺なんですか？
Thank you.
Thank you.
意外と見ないが岩戸開きでやってた2人ですでこっちが真ん中の一番ちっちゃかったあの岩戸開きで一番ちっちゃかったまあ娘ですね、はい、すみません今日はこれでありがとうございました、これだけ始まった時はちょっと明るかったですけどこれで暗いんで暗くなったんでホタルとかもちょっとよく見えると思いますのでどうもありがとうございました。